柿の元の人まろ、柿の元の人まろ、柿の元の人まろ、最明天皇六年、六百六十年頃から、人気元年、七百二十四年三月十八日は、飛鳥時代の歌人。名は、人まろとも表記される。後世、山部赤人と共に火星と呼ばれ、称えられている。また三十六火星の一人で、平安時代からは、人まろと表記されることが多い。 柿の本の氏は、皇渉天皇公営を称する春日氏の初流にあたる。人丸の羊については、父を柿の本のおば、兄を柿の本のざる、助ケとする後世の文献がある。また、同文献では、人丸の子に柿の本の実の丸、母は小三み衣や上司を挙げており、人丸以降の子孫は、岩見国吉氏の軍事として到着し、鎌倉時代以降は、 マスダ氏を称して、岩見黒人となったされる。いずれにしても、生前や死没直後の資料には、出自、関東について記載がなく、確実なことは不明である。彼の経歴は、俗日本記等の司書にも書かれていないことから定かでは、なく、万葉集の映画とそれに付随する大詞、左中などが、唯一の資料である。一般には、天武天皇九年、百八十年には、 出資していたとみられ、天武町から歌人としての活動をはじめ、自動庁に花開いたとみられることが多い。ただし、大宮んに仕えた救助の死を痛む番下を読んでいることから、大宮んにも出資していたとする見解もある。江戸時代、鴨の間ぶによって、草壁巫女にとねりとして仕えたとされ、この見解は支持されることも多いが、決定的な根拠があるわけではない。複数の巫女、 王女、湯気巫女、とねりしんのう、にったなどに歌を立てまつっているので、特定の巫女に仕えていたのではないだろうとも思われる。近似は、宮廷歌人であったと目されることが多いが、宮廷歌人という職称が、自刀長にあったわけではなく、結局は不明というほかない。ただし、確実に年代の判明している人と呂の歌は、自刀天皇の即位から、その法御にほぼ重なっており、 この女帝の存在が人丸の活動の原動力であったと見るのは不当ではないと思われる。過道の秘伝家や人丸に対する損数、神格化が進んだ平安後期から中世、近世にかけては人丸秘密症のように自党天皇の愛人であったと記す書籍や山部赤人と同一人物とする論も現れるが創作や創造による俗説伝承である。 万葉集巻2に、さぬきで死人を嘆く歌が乗り、また、岩見国の鴨山における、自生家と彼の死を哀悼する番下が残されているため、堪人となって、各地を転々とし最後に、岩見国で亡くなったとみられるとも多い。この自生家については、人まろが、自身の死を演じた、歌謡劇であるとの理解や、後人の家宅であるとの見解も有力である。また、文武天皇4年、 700年に皇居したアスカ王女への晩歌が残されていることから見て、草壁美子の皇居ごもとに留まっていたことは間違いない。藤原圭時代の後半や平城圭仙ともの確実な作品が残らないことから平城圭仙と前には死去したものと思われる。彼は万葉集第一の歌人と言われ、長歌19首、短歌75首が掲載されている。 その花風は枕言葉、女子、応印などを駆使して、格調を高い花風である。また、四季島の大和の国は、言霊の助くる国ぞまさきくありこそという、言霊信仰に関する歌も読んでいる。長歌では複雑で多様な追句を持ち、長歌の完成者とまで呼ばれるほどであった。また短歌では百四十首余りの枕言葉を使ったが、そのうち半数は、 人マロ以前には見られないものである点が彼の独創性を表している。人マロの歌は、三歌と万歌、そして連歌に特徴がある。三歌、万歌については、大きみは神にしませば、神ながら神寂せすと、高照す日のノミのような天皇即神の表現などを、もって高かに賛美、自責を表現する。 この点の嘘く神の表現については、危機の可用などにもわずかながら例がないわけではないが、人まろの作に圧倒的に多い。また、人まろ以降には、急速に衰えていく表現で、天無朝から自当朝という律令国家制定期におけるエネルギーの生み出した時代に規制される表現であるといえる。殿下に関しては、複数の女性への長唄を残しており、 かつては多くの最小を抱えていたものと思われていた斉藤も吉などによる見解。近似は恋物語を読んだもので、人丸の実体験を歌にしたものではないとの理解が大勢である。ただし、人丸の廉価的表現はともねを、はじめ性的な表現が少なくなく、久保田うつぼが人丸は、夫婦生活というものを重視した人であるとの旨を述べている万葉集表尺のは、 歌の内容が事実、虚構であることの有無を別にして、人丸の表現のあり方を捉えたものである。次の歌は枕言葉、助子を巧みに駆使しており、百人一首にも載せられている。ただし、これに類似する歌は、万葉集巻11.2802位の遺伝歌であり、人丸作との名称はない。周囲は歌集にも取られているので、平安以降の人丸の多くの歌がそうであるように、 人丸に癒せられた歌であろう。また、古今和歌集、七首以下の直線和歌集に二百四十八首が、日集している。また、愛国百人一首には、大きみは神にしませば天雲の雷の上に、どう、ほりせるかもという天皇を称えた歌が取られている。今若集歌百選で、柿の元の人丸は六番で、足引きの山川の背の鳴る苗に、ゆずきが、 極に雲立ち渡る、出典、万葉集刊7、千者、斉藤京一、元埼玉県高校教諭。同時代の各種詩書上に、人丸に関する記載がなく、その生涯については、謎とされていた。古くは、古今和歌集のマナ女では五位以上を示す大部を付して、柿の元の大部と記され、彼女に肖像くらいである、大き密のくらいと書かれている。また、 皇室参加や、巫女、王女の番歌を歌うという仕事の内容や、重要性から見ても、好感であったと受け取られていた。江戸時代、慶中や鎌の間淵らが、資料に基づき、以下の理由から人丸は6位以下の下級管理で、生涯を終えたと唱えた。以降、現在に至るまで歴史学上の通説となっている。その終焉の地も定かではない。 有力な説とされているのが、現在の島根県増田市、旧岩見国である。地元では、人丸の終焉の地としては、既成事実として捉え、高津柿の元の神社としてその偉業を称えている。しかし人丸が没したとされる場所は、増田市沖合にあったとされる、鴨島である。あったとされるのは、現在には、その鴨島が存在していないからである。そのため、 後世から、鴨島伝説として伝えられた。鴨島があったとされる場所は、中世に地震、万寿地震と津波があり、水没したと言われる。この伝承と人丸尾の七との関係性はいずれも伝承の中にあり、県内諸書,書の説も複雑に絡み合っているため、いわゆる伝説の意を出るものではない。その他にも、岩見に帰る際、 島根県安木市の港より船を出したが、近くの福島で座礁しなくなったという伝承がある。この島は、現在の亀島といわれる小島であるという説や、川綱の堆積により消滅し、日立金属安木工場の敷地内にあるとされる説があり、正確な位置は不明になっている。また他にも、同県大地郡三里町にある、床下へ。 鴨山の地という斎藤も基地の説があり、マス説を支持した、梅原武氏の著作、口述で反論の的になっている。人丸は、下級管理として、生涯を送り、床替鴨山で没死したとの従来説に対して、梅原武氏は、推定の歌、柿の下の人丸論において、大胆な論考を行い、人呂は高官であったが清掃に巻き込まれ、鴨島沖で軽視させられたとの、 人まルニ人形施設を唱え、話題となった。また、梅原は、人マロと、伝説的な歌人、サルマルダイブが同一人物であった可能性を、指摘した。しかし、学会において受け入れられるに至ってはいない。古代律令の律に、梅原が想定するような推死刑は存在していない、こと、また梅原が言うように人マロが交換であったのなら、それが、 俗日本記などに何一つ記されていない点などに問題があるからである。なお、この梅原説をもとにして、伊沢本彦が表したデビュー作が、猿丸原始行である。俗日本記、元明天皇の和道元年、708年4月20日の皇に柿の元の猿の死亡記事がある。この人物こそが、清掃に巻き込まれて、皇族の怒りを買い、和け清まのように変名させられた。 人まろではないかと、梅原らは唱えた。しかし当時、藤原が守る、後馬会に改名、高橋虫まろをはじめ、何動物、虫など語を含んだ奇人が幾人もおり、猿という名前が別称であるとは言えないという指摘もある。柿の元の猿と人まろの関係については、ほぼ同時代を生きた同族という以上のことは明らかでない。平安時代後期以降、人まろは、 歌人として称えられるだけでなく、和歌の上達などに霊言がある存在として、崇拝されるようになった。歌会に、人丸の絵姿と、歌、人丸作と考えられた、この炎と赤石の裏の朝霧に島隠れ行く船をしぞ、思うを掲げて、歌の上達を祈願する、人丸絵具が行われるようになった。実験賞などによると、藤原兼房が夢に現れた人丸を絵に描かせ、後に、 藤原武志がこれを模写して、英語を始めたという。人丸を神として祀る神社や祠も各地に建てられた。高津柿の元の神社や柿の元の神社が著名である。人丸から人丸、人丸と連想されて、庶民に防火、安全の神とされた例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。